スーパーチーフと並結した、エルキャピタン有害者の車体に書かれた、エルキャピタンのロゴエルキャピタンは21.22。列車として1938年から1971年まで、アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道がシカゴとカリフォルニア州ロサンゼルス間に運行していた代表的な大陸横断の旅客列車。列車名の由来となった、エルキャピタン年代の中頃、 シカゴロサンゼルス間を運行したスーパーチーフやチーフと異なり、全席座席の低運賃の旅客列車として企画され、同区間を運行したユニオンパシフィック鉄道のチャレンジャーと競合関係にあった。列車名は沿線のヨセミテ国立公園内の大岩、エルキャピタンに由来する。その後導入された全席2階建ての車両は人気を呼んだが、航空機や自家用車の普及により、 鉄道旅客数は減少。1957年には関数機の運行をスーパーチーフと統合した。1971年の全米鉄道旅客輸送公社アムトラックの発足に伴い、エルキャピタンの運行はそのまま引き継がれた。しかし、車両編成に変化が生じ、スーパーチーフの寝台車両とエルキャピタンの2階建て座席車という、 編成に変化はなかったが、サービス合理化の観点から別々に連結されていた、食堂車が統合され、両列車間の行き来が可能になった。サービスが低下したと思われたため、サンタフェ鉄道は1974年に、アムトラックにスーパーチーフとエルキャピタンの名称を使うことを禁じ、サウスウェストリミテッドが新たに運行されたが、1984年以降は、 サウスウェストチーフに変更され、伝統あるチーフの名前が復活した。L キャピタン用の2階建て客車は、アムトラックが大量に増備したスーパーライナーのベースとなり、本決での運転も見られた。現在は老朽化により、多くが退役しているが、展望車は、ロサンゼルスとシアトルを結ぶコーストスターライトの、寝台客用、ラウンジカー、パシフィックパーラーカーとなって、 活躍を続けている。ロサンゼルス発シカゴ行きサンバーナーディーの到着時、スーパーチーフに並結、シカゴ発ロサンゼルス行きカンザスシティ出発時。ありがとうございます。